ガツを殺せは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第8シリーズ第7話。ピーター・ハーネスが、脚本、ポール・ウィルムシャーストが監督を担当し、2014年10月4日に BBC1 で初放送された。舞台は2049年。高校教師、クララ・オズワルドと、女子生徒、コートニー・ウッツ及び宇宙飛行士ルドビグが、月の下に潜む。 巨大生物を殺すか否かという切迫した道徳的ジレンマに直面する。月はその生物の卵であり、生物は内部で成長を遂げていた。この生物を解放すれば地球上の人々に何が起こるかはわからないが、一方で生物の命を奪うことが許されるかという問題に三人は頭を悩ませる。テレビ評論家のレビューは割れたが、コールバンの演技と、 クララと12代目ドクターのクライマックスの場面は広く賞賛を受けた。本作を賞賛し、第8シリーズで最高のエピソードだとする批評価がいた一方、科学的な図さんさと主題内容を批判する批評価もいた。ドクターはシャトルの中でヨーヨーを使って月の重力を試している。宇宙の箱船では同じ方法で4代目ドクターが 宇宙ステーションナーバの重力を試した。エグゼクティブプロデューサーのブライアン・ミンチンによると、カパルディは、トム・ベーカーがかつて使ったヨーヨーと似たものを、リクエストしていた。また、ドクターがクララに告げたセリフアース・イズント・マイ・ホームは4代目ドクターが、火星のピラミッドで述べたセリフザ、アース・イズント・マイ・ホーム、サラ、アイ・アイム、エータイム・ロード、アイ・ワオ・クイーン・エタニティに対応している。 ポンペイ最後の日で10代目ドクターはタイムロードには歴史の固定ポイントと改変可能ポイントが見えると述べており12代目ドクターも今作で同様の発言をしているただし彼でも結果の見ることのできないグレーゾーンと呼ばれるポイントがあることも述べられているドクターはコートニーがディスブロックコールドブライノビッチに遭遇するだろうと述べている これは三代目ドクターのデイ・オブ・ザ・ダーレクスで最初に言及されたブライノビッチ・リミテーション・エフェクトのことを指している。本作はもともとマット・スミスの演じる11代目ドクター用に執筆された。本作の課題はリターン・ツー・サーンであったが、これは視聴者のミスリードが意図されていた。ハーネスに脚本の書き方を説明する際、エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットは前半で 徹底的にヒンチクリフをやるように伝えた。これは1974年から1977年までドクター風の制作に携わっていたフィリップ・ヒンチクリフに対する言及であり、要するに恐ろしい脚本にすることを求めていた。モファットは脚本について狂気的で感情的だと述べた。ハーネスは本作が番組の大きな転換点になるだろうと述べ、 人々がどのように受け取るかまだわからない。私は今虚無の中にいて、人々がそれを見るのを待っている。そして何もわからない。どう落ち着くのか、私にはわかりはしないのだと続けた。本作の撮影は、ランサローテ島の大門砲や国立公園のボルカン、デルクエルボ周辺で行われた。その場所ではかつて五代目ドクターのプラネットオブファイアの撮影が行われていた。 当該ロケ地でのガツを殺せの撮影は5月12日と13日に行われ、当日は関係者以外の立ち入りが禁じられた。地元メディアは巨大なテントとトレーラーとトイレとバンが置かれていたことを報じた。5月21日にはポートタルボットのアブラブンビーチで撮影が行われた。放送当夜の視聴者数は481万人。 タイムシフト視聴者を合算すると691万人に達した。オーディエンスアプリシエーションインデックスは82を記録した。BBC アメリカでは本放送を94万人が視聴した。ガツを殺せは評価が割れた。ザ・エ v クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作が即席の名作であると述べ、ベン・オブ・ギークのサイモン・ブリューがドクター・フーで まさに最高のエピソードの一つだと評価した一方、フォーブス氏のユアン・スペンスはキャラクターが弱いと批判し、エピソードのテーマについても酷評した。しかし、批評家たちは、全会一致で、ジェナ・コールマンの演技と終盤のタービスでのシーンを、称賛した。デイリー・テレグラフのベン・ローレンスは、ガツを殺せは、最近数週間にはなかった、複数の世代に手を伸ばす。 ドクター風の素晴らしい例であると指摘し、コールバンの演技を絶賛し、カパルディは彼のキャラクターにさらなる深みを与えたと評価した。ローレンスはゲストキャラクターが未発達であったと主張したが、最近のエピソードを損なっていた巧妙さがなく、シンプルに物語を伝えるときに、ドクター風がどれだけ良いものになるかを証明してくれたとコメントした。ガーディアン氏のダン・マーティンは、クララの暴走は、 私がこのシリーズで最も愛してきたものの次の段階だった。これまで以上に彼らは時間を旅する宇宙刑事と共に逃げてエイリアンと戦う現実を演じている。さらに推測するにこの生活はワインとバラの日々ではないと主張した。マーティンはコールマンについて今年のジェナがどれほど優れているかについて注目する必要はない。 彼女はすでに歴代の偉大なコンパニオンの神殿の中にその地位を確立していると評価した。インデペンデント誌のニーラ、デブナスはコールバンの演技を称賛し、ドクターに責任を負わせた時の彼女の怒りに再び感銘を受けた。これはタイムロードが自身を抑え続けるために必要な成長した助手だと述べ、ガツを殺せは閉鎖的な宇宙の冒険で、 このようなエピソードに必要な兵所恐怖症が備わっている。シリーズで最も強力なエピソードにはならないだろうが、交通事故にもならなかったと述べて、レビューを締めくくった。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは本作を絶賛し、5点満点の評価をつけた。彼は、コールバンの演技を称賛して、クララの深刻なジレンマを、そして後に、 ドクターの行動に対する彼女の涙に満ちた怒りを、コールマンは完璧に伝えていると称賛し、エピソードの脚本については、大胆かつ高度に創造的で、ポール・ウィルムシャーストの最高に、不気味な映画的演出にマッチしていると表現した。彼は、哀愁漂うセリフ、鋭い演出、緊迫した音楽、そしてピーター・カパルディの迫力あるパフォーマンスは、 このシーズンの決定的な瞬間の一つになっていると指摘してレビューを終えた。エピソード全体は賛否両論であったが、ジェナル・イーズ・コールマンの演技は広く称賛された。サイモン・ブリューはドクター・フーがガツを殺せで最高潮に達し、コールマンの演技も過去最高であったと称えた。また彼はハーネスの脚本が印象に残るものだったと称賛し、ウィルム・シャストについて、 テンポを下げて小さな物事を取り沙汰すことが視聴者に不吉な印象を与える鍵であることを熟知しているという胸のコメントを残した。彼はガツを殺せが終わり、次第すぐに再視聴したと述べ、SF ストーリーとジレンマ及び真の結末を高く評価してレビューを終えた。ウィルキンスも本作に対して非常に肯定的であり、キャラクターの深掘りを除くべての面を称賛して、 A 評価を与えた。彼は、第8シリーズでドクター風に驚いたのは、ガツを殺せが2度目であると述べ、それがモファットの即席の名作であるとされるゆえんで、あると語り、これまでのコンパニオンでは見られなかった怒りをクララが、ドクターに向けたことでも、ファットの在任期間全体が定義づけられるのかも、しれないと主張した。ガツを殺せは、本当に、特別な形に、 今シーズンを変えるかもしれないと述べて彼はレビューを締めくくった。イグンのマットリズ・レイは本作がカパルディシュエンエピソードでは最高の作品であると評し、10点満点で9.3点をつけた。彼は本作のほぼ全ての側面を称賛し、ドラマチックで示唆に富み、豪華に撮影され、辛口で陽気で一貫して説得力がある。 ガツを殺せはこれまでのところ今シーズンで最高のエピソードであり、11月の終わりには我々は金を出すことになるだろうと述べた。また彼はコールバンの演技について爆発的で口が裂けそうになるほど説得力があると称賛し、エピソード全体を最高のよくできた SF とまとめた。対照的に中絶の議論に言及したプロット要素や脚本の中でこの問題を どのように扱っているかを批判するレビュアーもいた。インデペンデントのエレン・イー・ジョーンズはおそらくこれまでで最も弱いと告評し、灰色の月面はプロチョイスの議論の銀河的メタファーのための退屈な背景だったと述べた。セリスペンスは脚本について陰気で重苦しい。クララの決断の結果の欠如はエピソードに空洞のリングを残したと評価した。彼は カパルディ・トコールマンの演技にサンジの言葉を送ったが、ガツを殺せは良いドラマではなかった。偽の論争を配信し、視聴者が自宅で始めようとしていた議論を尊重していなかったと結論付けた。ジエスケーピスト氏のエリザベース・ハーパーは本作に星一つ、フンを与え、めちゃくちゃな疑似科学だったと批判した。彼女は、このエピソードは、 意味不明なシーンの連続だが、同じチャンネルで1時間のうちに起きているためだけに、曖昧にまとまっていると告評した。なお、彼女は最後のシーンのみ称賛した。特に月に関する科学的な正確性を書いていることを批判する声は他にもあった。スレートのフィルプライトは、科学的ミスがあまりにもえぐうく目立ちすぎて話を引っ張り続けていた。 多くの間違いは簡単な Google 検索で修正可能だったと指摘した。ドクトルフー t v でのレビューでクリント・ハッセルも同様の反応を示した。彼は俳優の演技と物語の人間の状態の一面を考察する能力を称賛した一方、エピソードについてはひどいものだ。あまり科学的でないフィクションという新しいジャンルを確立しそうなほどに不正確なバージョンの科学を 提示したと述べた。彼は明らかに作り話のような科学的に弱い事実や専門用語が番組の面白さの一つであると考えながらも作家が合理的に考えたり科学者に相談したりすることができなかったためにドクターがあからさまに間違った科学的な事実を述べてしまうとドクターが馬鹿に見えてしまい番組の信憑性の一部を台無しにしてしまうと批判した。 ありがとうございます。